Oh.芝の林です。自己紹介の時にもちょっとお話したんですけども、デブコンフというデビアンの本当にコミュニティ のカンファレンス、年に1回夏休みに開催されてるんですけども、今回ちょっと初めてそこに参加をしてきました。で、我々の東芝のその製品というか、ディストリビューションの社内ディストリビューション開発みたいなのを私やってるんですけども、このベースがデビアンを使っていますっていうのもあって、かなりそのデビアンに対して、依存しているというのもありますし、興味もあるっていうところで、いろいろと、ちょっと有意義な話とかもできたので、その辺全体をからいくつかかいつまんで内容をご紹介したいなと。一応45分という枠で撮っていただいてますけども、かなりざくばらんに話す予定ですので、もしかしたらもうちょっと早く終わるかもしれません。で、まずちょっとデブコンフどんなものかっていう、ご紹介なんですけども、今年の2017年のデブコンフは、8月の6日から12日ですね、カナダのモントリオールというところで、開催されました。日付見ても分かるんですけど、7日ですかね。っていうかなり長い期間で開催されます。普通の Linux コンとか ELC とかと、せいぜい3日とかそれぐらいだと思うんですけども、かなり、長い間に結構毎日3セッションずつぐらい並行して行われるというところで、かなりボリュームがあるカンファレンスになってます。で、詳細とかはウェブサイトに全部書いてあるんですけども、実際、本当に、私みたいなこのデビアンに、普段興味使っていて興味のある人をはじめとして、普段日頃デビアンに貢献をしまくっているこのデビアンデベロッパーの人たちですとか、あと本当にデビアンのトップの人も参加して、いろいろ意見交換をし合うといったかなり大きなカンファレンスになっています。一応ちょっと写真を撮ったので貼っつけてあるんですけど、左上が一番大きい、プレゼンテーションの部屋の写真で、最後これクロージングセレモニーの時の写真です。で、他に、大体3部屋、3平方でこうセッションが走っているというのが大体なんですけども、たまにいきなりこう何ですかね、臨時でセッションが入ったりとか、いきなりスケジュールが変わったりとかっていうところで、常に表示されている電子的なスケジュールをチェックしてないと、見ようと思っていたセッションが実は違ってたみたいなことがよく起こりうるらしいです。で、右下の方はこれ夜の、チーズ&ワインパーティーっていう要はお酒を飲みながら食べながらみんなでワイワイ技術的な話からプライベートの話までいろいろするっていう時間とかも、夜にもうちゃんと枠で抑えられてたりしていました。実際こういうパーティーがあったのも、2、3日ぐらい、枠としてあったのは2、3日ぐらいなんですけど、実際もうなんか毎日こうビールのサーバーのところにお姉さんが立ってて、こう毎日お酒が飲めるような感じで私も大体毎日こう終わったらそこで飲みながらこうちょっと海外の人と話をしたりとかしてました。かなり楽しい1週間通じて楽しいカンファレンスでした。で、今回開催場所になったのはモントリオールなんですけど、かなりカナダっていうこともあって、かなり涼しいいい感じの気候の場所でした。で、言語がですね、英語だと思ってたんですけど、実際フランス語が7割の方が喋る、実際英語で話しかけると英語で話してくれるんですけど、
まあ、普段使われているのはフランスというところで、まあ、フランスの文化というのもすごい入っている建物とかすごいやっぱり綺麗でした。右下のがなんか一番有名な大聖堂のところに、まあ、ちょっと1日だけ行く機会があったので、その時に写真とかも撮ってきたりしました。この右上のはなんか会場の近くにあるオリンピックの時に建てられた建物なんですけど、このなんか左上にニョキンって生えている斜めったビルがあって、まあ、これの上の方にこうエレベーターで上がってて、そこでパーティーやったりとかっていうこともしました。あそこにまさか最初行くとは思わなかったんですけど、なかなかそうですね、いろいろな催しがあって、まあ、そういった意味でもかなり楽しいカンファレンスでした。で、まあ、実際ちょっと中身のあたりを明るく全体どんなものがあるかっていうのをここに並べてみたんですけども、文字ばかりちょっと申し訳ないんですけども、実際のとこ、まあ、150ぐらい、まあ、セッションというかプレゼンテーションあったり、まあ、その中の結構な数がボフセッションという形でかなり議論が活発に行われているといったものでした。でそのもちろん当然なんですけど、まあ、そのほぼ全てがデビアンに関連しているネタといったものになってます。で、そうですね、まあ、基本的なところですと、やっぱり本当に中でコアの開発をやってるリーダーの方とか、コアのデベロッパーの方とかいらっしゃるので、まあ、そういった意味でその将来のデビアン のツールですとか、そういったインフラ系のものの将来の開発っていうのを、まあ、実際どうして今後どうしていくみたいなところを話し合っている、まあ、そういった、まあ、主にボフなんですけど、まあ、そういった内容のセッションだったりとか、まあ、あとはデビアンにいろいろ本当に多岐にわたってツールが提供されていると思いますけども、まあ、そういったものを実際こういうふうに使ってみましたとか、まあ、あとは本当に、まあ、チュートラリーみたいな形でこういうふうに使いますっていうふうな結構基本的なプレゼンテーションとかもあったりします。あとはやっぱり個人的にちょっと、まあ、自分に関連するところで気になったのはデビアンデリバティブスっていう、デビアンをベースにしてるんだけども、それを まあ、ある意味最小限ちょっとカスタマイズして、まあ、別の、まあ、少し変わった形で、提供する。ただコアの部分はベースに基づいているというような、まあ、いわば別の OS の形ですね。このデリバティブスって自分もちょっと知らなかったんですけど、デビアンのオルグの中に普通に情報としてまとまっていて、100以上の、まあ、いろんな派生 その、デビアンベースのディストリビューションというものが開発されて、まあ、情報も載っているといったものになっています。あとは、まあ、そういった OS ですとか本当に純粋にデビアンの環境というのをビルドする、あるいはこうテストをしていくようなそのインフラになるようなことに関わるプレゼンテーションですとか、あと最近特にそのビルド周りでよく言われているのがリプロデューシブルビルド、その再現性のあるビルドを、まあ、どうやってやっていくかというところの、まあ、これプロジェクト化されているので、まあ、その辺の話とかもかなりホットトピックスとしてあったように思いました。であとは、そうですね、まあ、デビアンの6スクイーズの時からも始まった LTS ですとか、まあ、それにセキュリティのアップデートに関するトピックですとか、あとはライセンス の、 まあ、要はパッケージの中にライセンスの情報をどうやって含めていくかみたいな情報みたいなものもあったりします。とあとはですね、まあ、我々の、まあ、立場と一緒なんですけども、実際そのデビアのベースに、まあ、デビアそのものだったり、まあ、それをちょっといじったものをインダストリアのプロダクツにこうどう展開していくかみたいなプレゼンテーションもこう複数いろいろありました。であとはそのプレゼンテーション以外にもですね、常にハッキングルームみたいな場所とか、あと、まあ、食堂、まあ、大学だったんですけど、ね、食堂がいつでも、まあ、使えるような感じになってて、まあ、そこでこう話したい人にちょっと興味のあったネタを話すみたいな、まあ、フリーな、かなり空間で、
まあ、議論とかも行われていました。で、まあ、ここはちょっとあの気になったあたりの、まあ、ネタを一個一個ちょっと書いて、あのプレゼンスライドも、まあ、アップロードしてありますので、まあ、それとか見ながらちょっとあの興味のあるものがもしありましたら、そのプレゼンテーションのアドレスを全部一番上に貼ってありますので、あ、まあ、ここを見れば詳細があの分かると思います。で、私もあのちょっと全部理解しきれているっていうわけでもないので、もしあのお詳しい方でそれ間違ってるっていうのがあったら、ちょっとご指摘いただけるとありがたいです。まずこれ最初 GPG とかに関わる話なんですけど、やっぱりデビアン、その GPG とか、ベースにあのパッケージングの方、あの配布とかもすごいあのしっかりしているので、まあ、このあたり の, あのネタっていうのはかなり、プレゼンションの中にも何個かありました。まあ、これはそのうちの一つなんですけど、これ何を、まあ、実際やってるかというと、GPG のセットアップみたいなところを、まあ、コマンドを一個一個打っていってこうセットアップするのって、まあ、特に初めての人にとってはかなり、あ、すみません、まあ、煩わしい、とか覚えにくいというところもあって、まあ、それとかデビアンのライブ CD、まあ、これあのもちろんリードオンリーなんですけど、その中でさらにネットワークをこう無効化して、あのクリーンルームを作ってあげて、その中にこうマスターキーを入れておいて、で、まあ、そこをベースにこう GPG のセットアップ手順を簡略化できるような環境をこう提供するみたいな、あのプロジェクトに関する紹介が行われていました。まあ、これ前回のデブコンフとかでこう話が上がって、今回はその進捗報告ですみたいな感じでこの話をしてたんですけども、まあ、そういった、裏でいろいろ小さいプロジェクトとかもデビアンの中であの走っていて、全部こうページ、ウェブページとかも用意されてたりするので、そうですね、まあ、そういったところの、まあ、一つの例っていう形で、プレゼンテーションしてました。実際これあのなんかパブリックキーみたいなのはこう USB のデバイスをその CD-ROM が動いて反響にこうプスッと挿して、まあ、そこでインポートとかエクスポートするみたいなあのことを言ってました。これがちょっと鍵に関する話で、ここから先はあの最初先ほどちょっと述べた、デリバティブというか、まあ、そのディストリビューション、派生的なディストリビューションとかあのインフラに関するあの説明がちょっと続きます。まずあのエンドレス OS っていうものがここでちょっとご紹介されていました。これデビアンベースのディストリビューションっていう形で、サポートしてるのは X86-64 と ARM-V7というふうに書いてあったんですけど、特徴として、まあ、やっぱりデビアンのバイナリーパッケージベースを作ってるんですけども、あのビルドシステムに、まあ、そのオープンビルドサービスを、まあ、使っているっていうところ、あとそのファイルシステム、これが一番大きな特徴だと思うんですけど、ファイルシステムの、まあ、管理っていうのにその OS3、と、まあ、あとそのアプリケーションを管理するのにフラットパックっていうのをあの組み合わせてディストリビューションの環境を提供しているというふうなあのものです。で OS3 その、まあ、要は本当に、ファイルシステム全体Git で管理するようなあのものになってまして、まずアトミックのアップグレード、あとそのロールバックというものをその例えば Debian の普通 の, そのパッケージのアップグレードとかではなくて、本当に差分の形で OS 全体を管理していくというような仕組みを提供しています。まあ、この辺がちょっと面白いかなというところですけど、あとはその配布する際にも、まあ、アップグレードをかけたりする際にもその HTTPS とか、まあ、キーヌシグネチャーとかを使って、より安全に配布をするみたいな機能を、まあ、OS3 自体が持っているので、その上に作っているというような形です。で、あとフラットパックはこれアプリケーション、主にそのデスクトップ環境を提供して、その上にそのグラフィック の, そのアプリケーションとかをが、まあ、提供されている OS のようなんですけども、まあ、それをこうサンドボックス化する、で、まあ、その下の OS から、まあ、依存性を、まあ、排除するというような形でフラットパックを利用しているというようなものでした。で、さらにその中でですね、まあ、実際にその OS3 使って、
中身をアップグレードしていく、アップグレードというか更新していくときに、さらにそのデビアンベースのツールを使ってますよといったことも言ってました。まあ、例えばここに書いてあるのがそのクリエイト、OS のツリー、を、まあ、実際に作るときにそのデブートストラップと、まあ、そこにこうパッケージリストを壊してあげて、新しいものを作った後に、まあ、そこで差分がないかっていうのをチェックして、でそれでオープンビジョンさが、各、まあ、OS3 の、 実行されている環境ってものに必要に応じてパブリッシュするとこういったようなものを、まあ、紹介してました。まあ、一つコメントで言ってたのがこれDebian の逆に Debian のパッケージ管理っていうのはこの中に入ってないっていうふうに言ってました。まあ、多分そこは共存できないものに、まあ、全体をこう Git で管理してるので共存できないっていうものになってるんだと思います。はい。で、次はちょっとまた話が変わって、まあ、これもデリバティブの一つだと思うんですけども、ロッシュ Linux。そういったものの紹介がされていました。これもDebian の、バイナリーパッケージベース の、 ディストリビューションです。ロッシュって、まあ、実際その会社がありまして、そこで、ダイグノスティック、新インストルメントといって診断装置ですとか、まあ、その医療系ですね。に、まあ、共通プラットフォームとして提供するため の、 OS として開発をしているといったものでした。で実際中 の、 細かい具体的な話とかスライドに書いてあるんですけどちょっとここでは省いて概要だけ説明してますが、まあ、実際リアルタイムのカーネルを、まあ、使っているようなんですけども、OS 全体としては基本的にDebian の、まあ、パッケージをそのままいじらずに純粋に使ってその上で、まあ、必要なアプリケーションの開発だけをしているとでも結構シンプルな形で実現しているディストリビューションでした。ただ、まあ、ちょっといろいろこのプレゼンターの人に話とか聞いてみたんですけど昔、まあ、背景として歴史的にどうしてたかっていうのは、まあ、やっぱり一番最初はやっぱり組み込み系ということでこうデビアンのクロスビルドすみません、デビアンじゃないですね。XT リストを使って、まあ、その本当に全部ヨクトみたいな感じで、クロスビルドしてものを提供してたっていうふうに言ってたんですけども最終的にやっぱりこうメンテナンスしきれないっていうふうに彼らも言っていて、最終的にはこうデビアンベース、要はコミュニティで管理するということもそのまま利用できるような形で、製品提供してますっていうふうな歴史があるというふうにも紹介してました。で、まあ、このロシュ Linux で、まあ、そのデビアンを使うにあたってやっぱり重視した点っていうのがそうですね、そのライセンスの管理、が、まあ、情報としてある程度まとまっているですとかあとその製品仕様みたいなところ、まあ、要はデビアンフリー DS フリーソフトウェア外ではないかにのっとって基本メインのパッケージというのは全て作られているので、まあ、そういった意味でその辺の心配というのも基本的にない、まあ、そういったコストの面ですとか、あとは全然そのフレキシビリティ、ユーザビリティ、まあ、あと信頼性と今のところ5年ですけれども、そのロングタウンサポートはコミュニティで行われていたところですとか、まあ、最近注力されているそのリプロデューシブルド、これもやっぱ製品提供していく上で、その再現性というのは絶対必要になってくるので、そういったところはそのコミュニティでレベルでサポートされているというのが非常に大きい要素だったというふうに言ってました。これ実際、我々にとっても全く同じで、まあ、うんうんってこう、うなずきながらずっと話を聞いてました。で、まあ、他にも似たようなディストリビューションがあって、これもご紹介なんですけども、で今度はインダストリアル R&D エンドエンジニアリング向けの、まあ、ディストっていう形で、今度スキビアン、スキビアンですかね。これ EDF っていう会社が開発してる、社内向けに開発しているもの。
のようでして、まあ、実際には、シミュレーションとか、まあ、あと高性能計算向けの、計算機向けの、まあ、環境を提供するために、作っているディストリビューションというふうに言っていました。でこれもやはりデリバティブということで、基本は全てコンパイするようなことはしない。デビアンの提供されているバイナリーをちゃんとそのまま使うというふうなやり方でやっているそうですが、先ほどとちょっと違うのは、若干ですか、ね、必要に応じてやっぱパッケージもソースから再ビルドして、カスタマイズしているケースもあるというふうにおっしゃっていました。まあ、具体的にどんなケースがあるかというと、まあ、そのデビアンでサポートされていないソフトウェアをやっぱり入れる必要があったりですとか、パッケージのバージョンが古いんであげたいですとか、あとそのコンフィギュレーションレベルで、まあ、有効にしたいフィーチャーがあるので再ビルドしないといけないとか、まあ、そういった多種の理由がありますけれども、まあ、そういったところで、自分たちのアプリケーションですとかそのインフラを確立するために必要に応じてビルドをするというようなディストリビューションだそうです。でまたここでもロングタームサポートって非常に重要視されてまして、最低でも6年以上の、まあ、サポートが必要というふうにおっしゃってました。で実際デビアンの僕ですね、これコミュニティでサポートされてないですけど、実際彼ら、俺自身自分たちで、まあ、そのバグフィックスとかっていうのはサポートしているというふうに言ってました。まあ、この辺も同じやっぱり悩みを持ってるなっていうふうに発見というかっていうのもありました。でさらにもう一つ、アペリティスと読むのかちょっとあれなんですけど、これもデビアンデリバリーって書いてあるんですが、今年のオープンソースサミットジャパンでも一応オープンビルドサービスとか周りでオートモーティングのブースでこれ確か紹介してたと思います。まあ、実際これもデビアンベースって書いてあるんですけど、実際にはUbuntu がほぼベースになっていて、まあ、いくつかのデビアンのパッケージを共通で使っているというようなお話をしていました。でベースになるツールとして、まあ、OS3 だったりフラットパックだったり、まあ、この辺、のフィーチャーを取り込んで、まあ、オートモーティング向けに、展開できる、まあ、ビルド環境も含めたシステムを提供しているものです。実際にどんなふうに、まあ、ものが作られるかというと、Debian のソースパッケージと、まあ、あとはその他の必要なアプリケーションですね、これ全部 Git で管理されていて、それをオープンビルドサービスでビルドして、バイナリーパッケージを作って組み合わせてイメージを作って、まあ、ターゲットに展開するといったそのあたりの、まあ、インフラが全部もう完成されているというふうなシステムです。で実際オートメーションには、オートメーションだとテストですね、にはそのジェンキンスとラボを使っている。で、まあ、実際その何か改変する場合にそのデビアンのソースパッケージとか全部持っとかないといけないと思うんですけど、まあ、そういったインフラっていうのも一応用意して使えるようになっているというふうに言ってました。あとは、ちょっと何か工夫されている点として言ってたのイメージをこう実際に作る際、これミナロのイメージツールっていうのをベースにしているそうなんですけども、ハードウェア、OS パックとハードウェアパックって要はハードウェアに依存する部分としない部分のそのイメージのパートっていうのを分けて管理していて、まあ、それらをなんかこう組み合わせて、最終的なイメージを作るということをやっていて、まあ、その辺でちょっとこう効率化みたいなこともできるというふうに出ました。テストの面ではデビアンのパッケージにテストが含まれているものがあって、まあ、その辺をうまく使いながら、まあ、要はビルドの時にテストを走らせて、問題ないことを確認しているというようなこともやってますということでした。はい、意外と時間がかかってしまった。もう一つ、イーザーって呼ばれるものが、これもちょっとデビアンベース、まあ、正確にはディストリビューションじゃないんですけども、デビアンの環境をベースに例えばご製品に向け の, イメージを作りたいといった時 の, ビルダーとして使えるツールといったものをご紹介です。
まあ、これも、そうですね、要はデビアンのバイナリーパッケージそのまま使うんですけども、あの 最終的にはその一つのコマンドで、簡単に、そういったデプロイまでちゃんとできるというような、ビルド環境を提供しています。極力そのコミュニティのリソースというものを再利用して、メンテナンスのコストは最小限に抑える。で、まあ、セキュリティのアップデートとかも、まあ、これ実際対象としている製品が社会インフラ系だったりとかするので、やっぱり10年以上とか長期のサポートが必要だっていうふうな要求に対しても対応していく必要があるというふうなものです。で、実際ツールとしては、まあ、ツールというかリソースとしては Debian のバイナリーパッケージを、Bitbake とヨフトプロジェクト要はレイヤリングとかの仕組みというのを使ったワークフローでビルドして最終的にイメージを作っているというようなツールです。これ、我々 のちょっと投資番号でもヨフトプロジェクトとデビアンのソースを組み合わせて我々ディストリビューションを作っているんですけど、かなりものとしては結構近いもので、実は前回ちょっとジャンボリーでも発表したんですけども、このイーザーと要は使っているツールとか一緒なので、まあ、その辺でこううまくコミュニティとしてコミュニティの中で、コラボレーションしてお互い協力していけないかというところを今模索しているというような段階です。これはあくまでちょっとご紹介でした。で、ちょっとこれはスライドというかプレゼンテーションは特にないものになるんですけども、今まで述べた中のそのいくつかのデリバティブの中の人と中の人でと我々ですね、シビルインフラストラクチャー長期保守プロジェクトとかにも関わっている人たちが集まってですね、これ要は今 Debian の LTS って5年サポートなんですけど、その辺を製品、特にその社会インフラとかそういった本当に超ロングターンのサポートが必要な環境に対して適応していくにはどうすればいいかっていうところを話し合いました。これはプレゼンテーションの後で、要は同じ悩みを抱えているねっていったところでこう話すところから始まって、実際にこう、中庭かなんかにこう適当にみんなで集まって、話をしたっていった内容です。ここにコモンシチュエーションって書いてあるんですけど、やっぱり、7年から10年以上の、サポートっていうのをみんな必要としているよねっていうあったところで、実際それはやっぱやらないといけないところなんだけども、この、それはあくまで責務というか本当に最低やらないといけないところであって、そこからやっぱり利益が生まれる部分ではないですね。そういった要素っていうのはやっぱり社内でこう別にインハウスでやるんじゃなくて、コミュニティにどんどん出していって同じ悩みを抱えている人と一緒にやっていった方が絶対いいよねっていったところは皆さん意見としてやっぱり共有しているところでした。その一つが我々にとってその Debian LTS っていったところにあったので、その辺の議論をしたっていうこれは非常にいい機会だったかなと思っています。具体的に話した内容は結構細かいところとかもあるので、例えばパッケージのリポジトリ、その保守伸ばすんだったらどうする、どこに置くだとか、じゃサポートのパッケージの範囲をどこまで絞るとか、その辺をみんなで妥協点を探していかないといけないんですが、そういったところもちょっと話をしたりしました。で、実際今のところ今後の方針としては、ソースパッケージといったものをその Debian のリポジトリに、できればこう10年最低限こう置いていけるような仕組み作りっていうのをちょっと働きかけていけないかといったところをやってたりします。やっていこうというふうな話をしてたりします。これ実際やっぱり FTP Debian Org とかにこう普通のパッケージを置いてあると思うんですけど、あれサポートが切れるとやっぱりパッケージどんどんなくなっていっちゃうので、でそれが最終的にアーカイブデビアンオールというところに古いの昔からのパッケージ全部本当に
残ってはいるんですけど、そこにあるパッケージってこう改変が基本的に許可されてないので、いや我々で追加でこうメンテナンスしようとした時場所がないっていう話で、まあ、要は今ダイナミックに動いているアーカイブのところを、なんとか、保守できる仕組みを作れないかっていうような提案を行っていきたいっていうふうな話をしましたとか、まあ、あとは本当にデビアンに依存している使っているコントリビューションしたい企業さんたち、あるいはそのスポンサーの方たち、をどんどんこう巻き込んで、話をしていく、あとこの辺の超ロングタウンの必要性といったものを、そのデビアンの今 の, その LTS のプロジェクトですとか、そのセキュリティアップデートチームに、働きかけていったところを徐々にやっていきましょうといったところで話がまとまりました。あとは、まあ、これもちょっと適用な話でちらっと載せてるんですけど、BMW の人がちょっとデビアン、まあ、あんまりなんていうか、デビアンをこう展開適用するとかっていう具体的な話ではないんですけど、まあ、そのデビアンとどういったシステム、要求があって、そこにこうどうデビアン使えるかみたいなところの紹介っていうのもちょっとしてました。実際彼らの中でそのヨクトプロジェクトを、まあ、オープンエンベレットですね、ベースのシステムっていうのをやっぱ使ってるみたいで、まあ、今はそれでこう製品開発とかされてるようなんですけども、ここに何とか書いてあるんですが、やっぱり非常に悩みを抱えているところもあって、例えばそのビルドするのにすごい時間かかるだとか、リプロ再現ビルドに完全な再現性がないですとか、まあ、そういったところでデビアンを使った場合に何か解決できるようなところがないかといったコンセプトでちょっとプレゼンテーションをしていました。スライド、まあ、動画はおそらく上がってたと思うので、もしご興味のある方はご覧になってください。とここからはちょっとディストリビューションの話から離れて、ツールとか、あとは、まあ、セキュリティとかライセンスとかそういった話になってくるんですけど、個人的にちょっと今日気になったのはデビアンのインストーラーに関する話ですね。まあ、ちょっとこう実際我々の方でも使っているところだったりして、実際2つプレゼンテーションがあって、まあ、1つはリーセントチェンジズって、まあ、要は開発者の人たちが最近の変更でみたいなものを紹介している内容と、もう一つは僕セッションだったんですけど、実際こうデビアンインストールするのにこんな悩みがあってこう戻していくみたいな話とかもしてました。で、これなんと、まあ、ちょっと残念なことというか、最初のリセントチェンジズの方はちょっと私参加できなくてですね、それもなぜかというとフライトがキャンセルになりまして、現地に到着するのが2日遅れたという、こう非常に悲しいことが起こりました。ちなみにアメリカンエアラインだったんですけど、なんかどうも天候が悪かったようで、彼らの言い分としてはちなみにそこにいらっしゃる小林さんと一緒に行ったんですけど、1日目、まあ、キャンセルになったってこう飛ばないんで、しょうがないから一泊するなっつって、シカゴに泊まったんですけど、翌日こうじゃあその便で行こうとしたら、小林さんは行けたんですけど、なぜか自分だけ君の便は取れてないって言われて、もう一泊するはめに。まあなんか一応理由としてはこう天候っていうふうに言ってたんですけど、まあ、ちょっと実際のところはよく分かってないっていうのが非常に今回の出張で一番頭が痛かったところ。かなり話がそれてしまう。元に戻しますと、で、まあ、最近の変更点みたいなところだと、なんかこう CD のフルセット提供はもうやめますみたいな話とか、あと、まあ、MIPS の64ビットがサポートされまして、ごめんなさいこれ間違ってるんだけど、パワー PC の32が外れましたっていう話ですかね。
あと他には、まず今までの、パッケージの取得のところに、ビジーボックスで、パッケージの取得とかしてたんですけど、実際こう wget 入れて、http リリースで、移籍が入れるようになりましたよとか、まあ、そういった話、紹介をしてました。あとは、中にあったのが、なんかビジーボックスのメンテナンスがすごい大変なんで、なんか助け、興味ある人は助けてみたいな、文面とかも確かあったりしました。これ、やっぱりデビアンの、インストーラー、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、デビアンのインストーラーのルートファイルシステム自体はデビアンじゃない、まあ、デビアンじゃないって言ったら語弊があるんですけど、普通のデビアンの環境とはやっぱ違うものを使ってます。っていうのも、その最初のラム、要はラムの上で動くので、すごい小さい環境に収まるようにデジボックスベースで書いて作ってるんですね。必要なモジュールとかも必要に応じてこうインストールするようになってます。で、まあ、そういうのもあって、そのデジボックスってかなりインストーラーのコアなツールとして使われているんですけど、実際こうデビアンの環境ではやっぱり使われてないので、まあ、そういった意味でこう なんですか、メンテナンスとかバグのこうフィードバックみたいなのがインストーラーでしかこうできないみたいなところもおそらくあって、まあ、こういった話が出てきてるかなとこういったところです。で、まあ、我々にちょっと関わっているそのシビルインフラストラクチャープラットフォームのところで、まあ、すごい長期保守っていうのをやっていこうっていう話をしてるんですけども、その中 の対象のパッケージにビジーボックスも入っているので、この辺でちょっと強調していけないですかっていうような議論とかも行われたりしたようです。私はいなかったんですけど、あとちょっと面白かったのが、デビアンのインストーラーって動かすと、青い画面がこう出てきて、まあこうボタンをポチポチ、キーボードをポチポチポチと進んでいくやつだと思うんですけど、これもテストってじゃあどうやるみたいな話とかもあったみたいで、実際ここになんか経営読みがわかんないですけど、KAT っていうんですかね、何やってるかっていうと、画面のスナップショットを撮って、要は次こうなったらこういう画面が出てくるはずだっていうのを比較してなんかテストをしてる、するようにするのかちょっと分かってないんですけど、まあ、そういったことをなんかしているみたいです。これはちょっとなかなか面白い、まあ、面白そうだけどちょっと大変そうなアプローチだなっていうふうに思いました。で、ちょっと僕の方で上がってた意見として、デビアンのインストーラーに対してこうもうちょっとサイズをちっちゃくできないかとか、このやっぱり組み込む系のラムに乗らないとか、そういう悩みとかもあって、例えばこうグラフィカルインストーラー外すですとか、そういったオプションとか提供できないのかみたいな話もされていました。あとはやっぱりリプロデュースブルドといったところを、まあ、そのデビアンのインストーラーにも適用していかないといけないんじゃないかとか、あとは、まあ、ちょっとカスタマイズ、パーティションの設定とか、なんかプレシードって一つのファイルにこう、こまごまこう書いてることで、デビアンのインストーラーカスタマイズできるんですけど、その辺のフォーマットがすごい難しいとか、やり方わかんないっていうような話もあったりして、その辺の改善できないかとか、まあ、そういった話とかも上がってたりしました。ちょっと長くなりました。あとは、ちょっと、まあ、このテストに関わる話なんですけど、これちょっと個人的に面白かったなと思って載せてるんですが、多分デビアン、もしかしたらデビアンだけに関わらないかもしれない、関わらない、他のにも流用できるかなと思うんですけど、パターンガンゲージベースの、まあ、アプローチで、そのソフトウェアのテストっていうのを、まあ、こうどう自動化していくかみたいな話がされてました。で、今実際デビアンってオート PKG テストとか、あとそのなんかベースになるものとしてこう DEP5、DEP8 とかっていう、まあ、仕組みがあるんですけど、これを使ってこうパッケージの、まあ、テストのような自動化をやってます。まあ、Ubuntu、多分オート PKG テスト自体は Ubuntu 発祥なのかな。まあ、そういったいろいろ活動がされているんですけど、まあ、その中でやっぱりテストって難しいよねっていう話が
すごいオープンソースのテストってこう難しいよねっていう話があって、その辺の要はノウハウ、こういった知見があるので、まあ、それを一通りこうリストアップして、それらをまあ最終的に組み合わせてどういうふうにやっていくか考えようみたいなアプローチがここではちょっと紹介されてました。もともとベースになるペーパーがあるみたいで、ここにURL があるんですけど、ここを見ると、例えばそのアップストリームで提供されているテストっていうのがあるので、まあ、その辺はこううまく使いましょうねとか、まあ、その辺の細かいやり方とかも書いてあったり、あとはちょっとバラバラとしてるんですけど、そのテストするにやっぱりそのグリーンルームをちゃんと作ってこう再現性っていうのを確保しないとダメですとか、あとまあ実際テストしていくのにやっぱこう自動化どうしても難しいものとかあったりすると思うんですけど、まあそういった中でもこう例えば最低限のテスト、まあなんかスモークテストみたいな名前で呼んでるみたいなんですけど、例えば何かコマンドがあった時にこうハイフンハイフンバージョンで実行するだけでもこれはちゃんとテストになるんだよと、要は必要なライフラインとかをちゃんとあるのかどうかとか、まあそういったこともこうテストできるっていうふうな、まあちょっとまあ、結構やっぱり断片的ではあるんですけど、テストをこう考える上で非常になんか面白くてかつこう重要なノウハウっていうのがすごい詰まってるなっていうふうな印象を受けました。もし日頃テストにこう関心のある方と、特にこうデビアンパッケージ周り関係のある方はちょっと一度見てみるともしかしたら面白いかもしれないですね。とこれはまたちょっとまた話が変わって、このセキュリティパッチの話になるんですけど、やっぱり LTS とか長期のサポートやってると、どんどんセキュリティのフィックスを古い方のバージョンのデビアにもどんどん当てていかないといけないっていうところで、まあ、その辺の作業って全部手作業で今やってますけど、その辺をこう、まあ、極端に言うと自動化できないかっていうような試みのに関する、プレゼンテーションです。まあ、実際まだなんかシステムできたよっていうものではないらしくて、まだ試作段階みたいな、アイデア段階みたいなところらしいんですけど、まあ、実際そのプレゼンターの人と、まあ、話とかもしてみて、まあ、かなり結構細かいところまで手を入れてやってるんだなっていうふうな印象を受けました。まあ、実際どんな風にやってるかというと、そのまずパッチをこう最新のデビアンの方がこう見つけてきて、まあ、それをこうどうバックポートして、まあ、実際こうじゃちゃんとその後動くかなというビルドのテストもして、それをこうウェブ上のデータベースにちゃんとこう反映させるというところまでこう全部自動化したいという流れです。そうですね、まあ、例えばその複数の解決策があるような場合というのはこう複数のパッチという形でこう提供してあげてユーザーが選べるようなというふうにしたりですとか、まあ、あとは実際にこうパッチを当てる、まあ、ストラテジーというのをなんか定義してあげて、それをこう変更できるようにしてあげて、どういうふうにパッチを当てていくかというのをこう制御するような仕組みを作ったりとかというのもなんか考えているようです。で、まあ、やっぱり、まあ、まず最初のゴールとしては、まあ、そういったセキュリティパッチをまた更新していく、まあ、共通の場みたいなところをやっぱりこう提供してあげることで、まあ、そこにこう興味関心のある人がどんどんこう集まっていけるじゃないかといったところで、まあ、こういったツールの、まあ、開発っていうのを今やってますっていうふうに言ってました。確か IBM の方だったと思います。で我々も実際これスクイーズ のメンテナンスみたいなのを社内向けにこう未だにやってたりするので、まあ、そういったところでこうセキュリティのパッチのバックポートみたいなのは興味があるので、ちょっとまあツール自体はこう見て触ってみようかなっていうふうには思っています。で、なんかもう随分長い間話してしまってるんですけど、とりあえず続きます。リプロデューシブルビルド、まあ、あんまり細かくは説明しないですけど、やっぱり最初にお話しした通り結構ホットなトピックになっているようでして、が実際やっぱりこれ
パッケージの数もすごい多いので、全部ちゃんと対応させていくので非常に、コストというか、手間がかかるみたいです。で実際、発表されてたんですけど、現状を再ビルド可能なパッケージ、特定のなんかパス、要は可変のパスの部分っていうのを限定した場合に、ちょっと詳細がまだ分かってないんですけど、限定した場合に 94% のパッケージができるようになってますっていうふうな、なんかアナウンスをしてました。が実際、その辺ちょっとフレキシブルにやるとまだ実際ちょっと 50% しかできないとかって言ったのが、言ってました。でそれを、実現するような仕組みとして、例えばこれビルドインフォっていうものをパッケージの中に持ってそれで解決するとか、あと実際こうプロデュースブルドをこう阻害する要因になるものってどんなものがあるかみたいなこう情報をまとめていたりとかしました。これ実際ビルドインフォの中に何ですかね、こう再ビルドするためにこう必要だ、その時にビルドしたルートファイルシステムやるパッケージのセットだったりとか、その各パッケージのバージョンだったりっていうのを全部持ってるんです。実際やっぱりこれがないと再ビルドできない、再現性が確保できないっていうんで、そういった情報も集めているっていうようなものでした。実際我々も社内でいろいろこのパッケージのビルドもやったことあったんですけど、やっぱり、昔にこうビルドできていたパッケージって、今デビアンで普通に最新版としてこう提供されているバイナリーパッケージがあるんですけど、ちょっとそれを直したいなと思ってこう手元でこう再ビルドすると全然ビルドできなかったですね。それもなんでかというと、そのデビアンの提供されている最新パッケージって、そいつがビルドされた時に出来上がったものをそのままずっと置いてるので、要は他のパッケージがその後にどんどん新しくなった時に、そうもう一回その最新他のが新しくなった状態でビルドしようとしてビルドできないってことで結構あります。っていうのは内々的に思ってて、これデビアンで再ビルドできないのかなって思ってたんですけど、やっぱりちゃんとこういうプロジェクトを立ち上げて、これデビアンに限らないリプロデュースブルビルドっていうプロジェクトでやってるものなんですけど、やっぱりこの辺もしっかり考えてちゃんとやってるんだなっていうふうな印象を受けました。はい、デビアンのビルドシステムというかビルドで、開発者がそれぞれ地元でバイナリー作ってから進むんでしたっけ、それとも自動交換にビルドサーバーがあるとか、メンテナーがどうやってるかっていう話ですよね。どうやってるんですか。おそらく手元でやってたと思いますけど、それを確かに自動ビルド環境みたいなところにやっぱり投げた上で最終的にパッケージとしてアップロードされると思うんですけども、その時のビルドされた、例えばそのメンテナーがビルドした情報とか、本当に開発者の人がポッとビルドした情報みたいなのもこのビルドインフォとかに含めておいて後でできるようにするっていうお話だったかと思います。はい、結局そのビルドしようとした時に依存関係のパッケージとか全部アップとゲットで取ってきちゃうんですけど、それがこうバージョンが毎回変わってるとやっぱりそのうちできなくなったりっていうことだと思います。そうすると古いバージョンのパッケージも残しておかないといけないってことですね。はい、そうだと思います。実際アクティブなデビアンのパッケージは全部残ってるんですけど、少なくとも一つのデビアンのバージョンの中で、こうバージョン上がっていくと思うんですけど、その辺のこうアーカイブは全部確保されているはずなので、その辺はおそらく問題ない。その一つのデビアンのバージョンの中での再現性っていう話だと思います。それがデビアンのバージョンもまたいでその辺もっていう風になるとちょっとぐちゃぐちゃになってきちゃうかもしれないですけど、それをやるだけでもやっぱり結構大変みたいですね。やっぱりバージョン以外にもちょっといろいろ細々な問題が他にもあるみたいで、
その辺は今プロジェクトレベルで接々とやっているというふうに言ってました。一応ちょっと私の方からもうバラ本当にまとまりない感じですなんですけど、まあ、何個かご紹介内容をご紹介しまして、まあ、これは単純に私の、まあ、所感というか受けた印象なんですけども、やっぱりこうデブコン自体すごい何ですかね、デビアンのコミュニティとして重要にしている大事にしているものと、あとそこにこう自分自身、まあ、自分たちがこうやっていきたいことをこう、まあ、その要は共通点というか同じ目指すところっていうのをこう見つけるのに非常にいい場所だったなというふうな印象を受けました。まあ、例えばちょっと今回私自身思ったところなんですけど、今デフォルトのそのデビアンのシステムってすごいミニマルでインストールしてもすごい大きいですね。数百メガとか食っちゃうんですけど、これやっぱり見込みの製品とかに適用しようとするとどうしてもできないものとかがいっぱいあったりします。まあ、それもあって私とかもその社内デビアンベースにしてるんだけど、一度ビルドし直してすごい小さいシステムを作り直したりとかやってるところもあるんですけど、まあ、そういったところでまあ、そういうシステムをちゃんとこう展開できるように結構小さくデビアンのシステムをしていくことっていうのはもしかしたらそのコミュニティとしても我々としても共通のメリットの部分になるんじゃないかなというふうに、まあ、漠然と考えてると、まあ、実際どうやるのかとかっていうのはすごい難しい話だと思うんですけど、まあ、例えばこのデビアンのインストール、まあ、先ほど言ったそのデビアンのインストールルートファイルシステムみたいなものを今デフォルトのシステムとはこう別々にメンテナンスしているような状況ですけど、そこがもし例えばこうデフォルトのシステムが最小化してすごい小さいシステムに例えば乗るようになれば、同じ共通の環境としてこうメンテナンスしていけるんじゃないかとか、まあ、そういったこう、まあ、ある意味ちょっと夢が膨らんだりとか、まあ、そういう共通のバリューみたいなものをこう見つける模索していくにはこう非常に有意義な場所じゃないかなと。あとは、そうですね、やっぱり日頃単に使っているだけとかちょっとカスタマイズしているだけだと全然デビアンのコミュニティの考えとか中の実態とかこう何が求められているかとかってやっぱりちょっと分からなかったりするんですけど、その中のすごい、まあ、なんていうんですか、偉い人というか詳しい人にこう話を聞くと一瞬でそれがこう解決してしまったりとか、こう思ってたんだけど、まあ、それはなんか実はこんな事情があったみたいな話とかがやっぱり聞けたりするので、まあ、そういった意味で非常に有意義かなと思います。ここに書いてある例は我々ちょっと今デビアンクロスっていうデビアンのソースパッケージをクロスビルド採用対応していこうっていうコミュニティに、まあ、コミュニティというか、まあ、メーリングリストですにちょっとこう貢献をしていきましょうっていう話をしてるんですけど、実際これすごい、まあ、ある程度活発なのかなっていうふうに思ってたんですけど、実際こう中の人に聞いてみたら実際こう 2,3 人しかアクティブじゃないよみたいな感じで言われて、ちょっとここがびっくりしたところなんですけど、まあ実際その問題点とかも聞いた上で、じゃあ何すればいいんだろうっていうところを、まあ、教えてくれたり、まあ実際にはこうそういうクロスビルの結果みたいなものをどんどん共通の場に置いてコミュニティが認識できるようになっていけばもっとユーザーも集まってくるんじゃないのみたいな話をしてもらったりしました。はい、あと実際こうデビアンのデベロッパーとして普段活躍されている方たちもいっぱい参加してるんですけど、まあ、そういう人たちにとってもすごい、普段進捗みたいなこうメールでやり取りしてるんですけど、まあ、そういうのが一気にこうカンファレンスが来ると進むっていうところで開発効率もね非常に有意義だというふうに言っていました。まあ、あとはやっぱり我々にとって一番大きいかなと思うのはその他のカンパニーの方、特に同じ悩みを抱えている人たちというものもコラボレーションが進む場所じゃないかなというふうに思っています。特に今回の場合その LTS のサポートというのがやっぱりこういう場
とかあと ELC とか Linux コンとかに行ってもやっぱりいっぱいいらっしゃるんですけど、特にその同じディストリビューションデビアンっていうものをベースにしている人たちでかつ同じ悩みを持っているっていうところでより強調していけるところを見出しやすい人たちと議論を進められたっていうのはかなり有意義だったかなというふうに思っています。で、これで最後ですいません。デブコンフの18のちょっと宣伝です。一応なんかもう概要程度のウィキページは用意されてるみたいなんですけど、なんと来年はアジアです。台湾の、ちょっと読めないんですけど、この場所が新宿で、どこだ台湾の北の中 TSMC とか左上の方だ。おそらく沖縄に行くより安いので、多くの人が非常に参加しやすいとこういうふうに思うんですが、私はもう会社が許してくれなくても個人で行くことを決意しておりますので、もしちょっとこうご興味のある方、特にそのやっぱり普段デビアンベースで開発をされている人とか、本当に個人レベルでもご興味のある人がすごい行きやすい機会だと思うので、ぜひご検討いただければ。あとこのところにスポンサーになると、いろいろ、近いというのもありますけど、こうメリットもあると思いますので、なんか台湾 その今管理とか進行とかやってる人たちの中、日本の人たちちょっとこう紹介しておいてって言われたのでここで今紹介してるんですけど、スポンサーになりたいっていう企業の方いらっしゃいましたら、もしもちろんこうオフィシャルに行っていただいても大丈夫ですけど、私に行っていただいてもちょっとおつなぎいたしますので、もしご興味あればよろしくお願いいたします。すいません、長くなりましたので以上です。はい、どうもありがとうございます。質問であるとか、いろいろディスカッションであるとか、もう何か途中で結構いろいろ出てたみたいですけど新宿ってこれあれですね、新しく竹って書くところですね。いろんなメディアなんとかさんであるとかいらっしゃると思うんですね。タイミングをちょっとしたですね、はい。セキュリティパッチのここのスライドで、セキュリティ指導なんですけど、なんか自動でセキュリティパッチが出ていろいろやっていくっていう話をされてたんですけど、そのバックとしてビルドテストでやってるんですけど、テストってセキュリティパッチあった時って特別にテスト内容を変えたりとかされた話とかありました？テスト内容を変えるセキュリティパッチ、例えばですけどセキュリティの何ですか、 JVM とかが出してる何ていうんですか、その検証のなくて治ってるかの確認。あ、そうです、そうです、そうです。多分ディストリビューションとしては今まで通りかどうかっていうリグレーションですね。そういう話なんですね。今は多分そういうレベルだと思うんですけど、多分やっぱり本当にセキュリティの更新っていう意味ではその辺もやっていかないといけないかなっていうか、多分これこう自動取り込みのテストだけに限らないと思うんですよね。そのディストリビューションとしてその本当にパッケージにそのパッケージ単体の中に脆弱性のテストがもし入ったらもうそれはそれで非常にありがたいことだと思うので、そういった対応っていうのは多分今コミュニティでも少なからず検討されているんじゃないかなと思います。その辺の話をそのコミュニティでなんか、ピンポイントで話されてたのかなっていうのがあったらちょっと心配があるわけですので、なんかどこで、ね、どの場所でも言えることだと思いますので、そうです。そういった議論がなんか交わされてたんだったらなんか情報あるかなと思って質問させていただきました。ありがとうございます。私はその CV ごとのなんかこうテストをまとめるみたいな話が確かどこかにあったような気がします。それも多分まだ完璧なものにはなってないと思うんですけど、ちょっと計算するともしかしたら出てくるかもしれないですね。LTP だったかな、確か。LTP で CV のなんか自動テストをなんかやっていくみたいな話。
話が、ちょっとすみません、後で、なんか、もうちょっと詳しい話を直接させていただければと思います。ありがとうございます。あと、いかがですか。じゃあ、どうもありがとうございました。はい。